Peggy 12.皆さんこんにちは。ワンピースオデッセイプロデューサーの都築です。本日公開した本作のリリースデートレーラーはご覧いただけましたでしょうか。大変お待たせしてしまいましたが、やっとですね、本日本作の発売日を公開することができました。こちらですね、当初の想定では2022年の発売を予定していたんですけれども、我々としてはですね、今回最高のワンピースゲームを世に送り出すチャンスだというふうに考えておりまして、その意味で最高の形で皆様にこのワンピースオデッセイをプレイしていただくためにも、より制作にちょっと時間をかけさせていただきまして、ゲームのクオリティを磨き上げることを決断させていただきました。その結果ですね、本作で実現したかったコンセプトを皆様がエンディングまでしっかり楽しんでいただけるような完成度に引き上げられたというふうに思っております。ですので、ぜひこのワンピースオデッセイの発売日、本作の発売日を楽しみにしていていただけると嬉しいです。さらにですね、今回原作者の小田栄一郎先生に本作の扉絵をご制作いただきましたので、こちらもぜひ今回ご覧いただければと思います。ルフィはもちろんのこと、小田先生にデザインいただいたキャラクターであるリムとアディオも描かれたイラストにこちらはなっています。この二人に関しては、今回のトレーラーでもリムを通して少しだけ明かしたように、物語のキーキャラクターとして多くの活躍をこのワンピースオデッセイではしていきますので、こちらもぜひ期待していただければなというふうに思います。また、今回のトレーラーでは発売日だけではなくて、本作の冒険に関わる新たな情報としてアラバスタの様子を少しだけお見せしました。ワンピースの世界に触れるということをコンセプトに長年作り込んできた本作なんですけれども、その中で、この世界の中で皆さんが体験する2年後の麦わらの一味の懐かしい世界での新たな冒険の情報を今後もいろいろな形で皆様にお伝えできればと思っておりますので、引き続きワンピースオデッセイにご期待いただければと思います。本日はありがとうございました。